下伊那郡安岡村は長野県の南部、天竜川の東側にある村です。豊かな自然に囲まれています。アイパーク安岡は安岡村の自然を楽しむ総合レジャーパーク。人工芝のパターゴルフは村のお年寄りにも親しまれています。で、さらに人気があるのがこちら、ドリームボブスレーっていう、ソリに乗ってバーッと下る、全長522メートルを一気に滑り降りるドリームボブスレーはスピード感も満点。休日には親子連れでにぎわいます。その他アイパーク内には村出身のアララギ派の歌人カナダ地図の歌碑があり、地図の歌に触れながら見晴らしのいい丘の上を散歩できます。安岡村へ来たらぜひアイパーク安岡へお越しください。こちらは左京の宿、安岡村の左京地区にあった古民家をリフォームした宿です。昔のここの地元の杉で全部作ってあったんですよ、材料は。でそういうものがそのまま捨てたんではもったいないということでね。室内は素朴で懐かしい囲炉裏や広い縁側、昔の調度品でまとめられています。農村の雰囲気が味わえる隠れ家的な宿です。農村のお昼ご飯をイメージした左京の宿の昼ご飯、季節の野菜の炊き合わせと旬の松茸、自家製コシヒカリのおにぎり、赤味噌のお味噌汁、その味わいに思わずほっとします。安岡村に来たら、ちっちゃな宿ですけどぜひお入りください。左京の宿です。続いてこちらはレストランおより亭、アイパーク安岡内にあります。地元安岡の食材、菊芋の加工品を扱っている村のおすすめレストラン。および亭のおすすめは菊芋の贅沢漬けと菊芋のゼリーです。菊芋の贅沢漬けは薬膳などにも使われる菊芋を塩昆布などと一緒に漬け込んであります。そしてこちらは竹炭入りの菊芋ゼリー、お年寄りに優しい、飲み込みやすく作られた一品です。では収穫祭情報です。11月14日日曜日に菊芋収穫祭が安岡村内の菊芋畑で開催されます。収穫を体験して深まる秋を楽しみましょう。菊芋収穫祭です。皆さんぜひ安岡へ来てください。待ってます。